はい、こんにちは。小さい時ね、ポケモンが本当にいたら幸せなのになとずっと思っていたね、ポケットめぐみモンスターでございます。ポケモンセンターからこんな荷物が届きました。すっごい見て、かわいいでしょ。もうここのシールがまずピカチュウで、ガムテープがピカチュウ、もうね、ピカチュウの尻尾を走ってる。で、見てこれ、タマンタさんに乗ってるピカチュウ。私タマンタさんすごい好きなんですよ。タマンタさんに乗ってるピカチュウね。で、こっちこっちね、ピカチュウがいっぱいプリントされている箱がね、届きましたと。こちらね、ポケットモンスター、じゃあポケモンセンターオンラインからね、買ったもので、ございますけれども、気をつけようね、先日ね、ハサミで指切って、あれなんかこっちにも傷があるぞみたいなね、がっつりいっちゃって、もうえぐれてるんで、本当に気をつけましょうね。ポケモンセンター軽いです。ちなみにね、これを頼んだ時に等身大ぬいぐるみで、値段とちょっと情報を貼ったんですよ。等身大ぬいぐるみっていいよねって言ったら、ツイッターでね、リスナーさんが、それはあれですねと、私には分かっちゃうんですよっていうコメントがついて、びっくりして、合ってた。そう、それ買ったんだよ私。すごいね、等身大ぬいぐるみと価格とちょっとした情報で特定してしまうというね、もうガチ勢、ポケモンぬいぐるみガチ勢。うわーうわー、白飛びしてるピカチュウ。いや、この段ボールどうしよう、捨てんのやめようかな、やっぱかぶろうかな、こうやってやっぱステルスしなきゃいけない時あるから。そう、等身大ミミッキュ、等身大ミミッキュ買いました。このぐらいのね、ちっちゃいミミッキュは持ってるんですけど、今回は等身大ミミッキュ、肌触りはなかなか、なかなかどうして、肌触り最高ですね。ぐじゅぐじゅポイント、君どこ、ぐじゅぐじゅポイント探そうか。あ、ここだ、ここぐじゅぐじゅ、まだちょっとぬいぐるみの新品の匂いがして、早く私はマーキングしないとあれですね。というわけでね、本当に等身大ミミッキュー、こんなでっかいんだね、ミミッキューって。サトシが乗っけるとこんな感じ、こんな感じね、かわいい。ほら、等身大ミミッキュー、いやー、いいですね、いいですね。これね、通販で買いました。売ってんじゃない、まだ4000いくらだった、4500円ぐらい、送料合わせて5000ぐらいだったかな確か。これだけ買った。あ、食感も悪くないね、食感も。食感も悪くない。ちょっとぐじゅぐじゅポイントが少ないですけどね。やるかい、うん、かわいい、かわいい。私はね、ポケモンね、まあこうぬいぐるみいっぱいあるじゃん、ぬいぐるみいっぱいある中で、やっぱりあのダイパのぬいぐるみばっかりなんですよ。ダイヤモンドパールのキャラクターが可愛いのがいっぱいあって超好きなので、たまんたも
ダイパーからだよね、確かね。ダイパー勢なんですけど、ダイパー以降のポケモンね、あんまりやれてなくて、まあ今回はね、このミミッキュが登場したことによってね、いや来たと、来たと、すんごいの今回来ちゃったということで、ミミッキュ買ってるんですよ。落ち着く落ち着く、はあ、というわけで、ポケモンセンターオンライン、まあ、店舗でも売ってると思いますけど、ミミッキュ等身大買いました、はあ、よかったら皆さんもミミッキュ好きな人ね、買ってみてください。こっちが本体ですからね。ここ、ここ。欲を言うとね、これぐじゅぐじゅポイントにしてほしかったよね、これ。ここぐじゅぐじゅポイントだったらよかったな。おっぽもついてますよ。これで、ね、愛しすぎるとね、だいたいここがちぎれると。そうするとね、ちぎれちょっとって言うとね、お母さんか妹がね、しょうがねえなっつってぬいぬいしてくれ、私ぬいぬいできない、もうさ、ぬいぐるみって響きがいいよね、何なんだろうね、ぬいぐるみってさ、カタカナだとちょっとね、いまいち破壊力はあれなんだけど、ぬいぐるみのひらがな感やばいよね、等身大ぬいぐるみっていう、もうそれだけで、あとドーパミン出ちゃうもんね、セロトニンバカバカ出ちゃうもんね、という動画でした。買っていてでかくない、結構こう持ってくると遠近法で超でかく見えるけど、こうかに、いい、ね、以上です、以上です。ダブルかわいいね、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、これが夢を売るっていう商売ですよ。ちなみにね、これ届くのに 1,2 週間かかってます。ポケモンセンターオンラインからメールが届きまして、ちょっと注文が殺到しているので配送が遅れますという連絡が来てましたね。私別に配送遅れても何も関係ないですけど、ミミッキュが売れまくって出る可能性もあるし、もしかしたら3月3日、今撮ってるの7日の深夜なんですけど、3月3日にひな祭りでなんか買ってあげたとかっていう可能性もあるよね。で3月3日にミミッキュが売れたとか、まあただミミッキュ等身大出ちゃったら注文殺到するよねっていうところでございます。近年ね、ポケモンの世界に飛び出てしまった超絶アイドルミミッキュでございました。またお会いしましょう。気になる人買ってくださいね。バイバイ。あ、リンク貼れたら貼っておきます。バイバイ。